出演されている藤田ニコルさんの登場です。今一度大きな拍手を。今日はありがとうございます。今回本人役で登場させていただきました藤田ニコルです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。ありがとうございます。はい、今日のお洋服もとっても可愛いですね。はい、そうなんです。プリキュアをイメージしてきました。一応この中にバラの柄がちょっとね入ってるんですよ。はい。すごい。違ったりとか、あとリボンのねお靴履いたりとか、ちょっとプリキュアを意識しました。ニコルトロピカってる。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてこのね自分が本人役で映画に出ることは今までなかったのですごいびっくりしました。しかも東京ガールズコレクションって言って TGC っていうものに私普段出演することがあるんですけど、それが今回のプリキュアの舞台に登場しているので、本当プリキュアちゃんたちが TGC を見てるっていうのがなんかすごい不思議な感覚で、すごい嬉しくなりましたね。すごい可愛かったです。去年のはい、衣装の、そうなんですよ、ですね、実際にランウェイで歩いた時の衣装を再現してもらって、本当しっかりニコルンがいました。そうですよね、その TGC のステージのこう進行役という形で、はい、そうですね、いやどういう形で進行してくれるのかすごく楽しみにしてるんですけども、はい、ぜひ見てもらいたいです。あ、じゃあこの作品どんな方々にこう見ていただきたいと思ってますか？そうですね、私はプリキュア5の世代ではあるんですけど、すごいそのね昔からプリキュアちゃんたちを見てた世代の方たち、まあ私今23なんですけど、もう子供大人関係なく全世代の方に見ていただきたいです。もし自分の夢を映し出せる夢ペンダントが本当にあったら何を映し出したいですか？ちょっとゆきさんから、怖いんでちょっとお手本をお願いしてもいいですか？いやなんか何とかだったらいいんですかね。そうですね、もうじゃあ私からお願いします。そう、私夢なんか全クリしてきたんですよ、夢を。もう今のところお仕事面で夢を全部叶えてきてしまったので、まあ、プライベートの夢で言ったら今コロナ禍でなかなかね、まあ毎日東京にいるんですけど、ちょっと美味しい空気が吸いたいなっていうのもあるので、ちょっとハワイを映し出して、はい、ハワイを行きたいですね。東京をハワイにしてやるってことですね。東京をハワイにしたいです。すごい、はい、夢ある、すげえ、はい、ロコしたいですね。おお、なるほど、いいですね、ロコしたい、ロコしたい。そういうやつか。なんでもいいんですよ。いや私もこの質問どうしようかなって思ってどういうのがいいんだろうなって思って、今日 のお客さんたちの割合を見て決めようって思ってたんですか。確かにちょっと難しいですね。難しいんですよね。なんだろう、なんか、あ、でも、そうです、何がいい？いや、ね、欲望多いですもんね。そう、なんか欲望が本当止まらないよね。わかる。なんだろう、好きなこととか、好きな、夢とか。でも確かに映画見てて思ったのが、やっぱ夢アールを使って自分にぴったりの自分の思った服を着るっていうあれが、やっぱ憧れますよね。あれすごかったです。ね、キラキラシューンってなるあれはすごいと思って、やっぱね、プリキュアたちもやっぱ変身して自分のこう素敵なお洋服にパーンってこう変身したりするじゃないですか。からちょっと私もちょっと年がいもなくちょっと変身したいですかね。なんか普通の人も横にマスコット乗せてたりとかもしてたから、そういうのもちょっと憧れますよね。確かに自分のパートナーをありとあらゆる形で出す。いいですね、そういうのにしよう。ハワイに自分のパートナーを連れていく。いいですね。そこでぴったりのお洋服も着る。急に水着になっちゃったりとかね。あ、そうですね、すぐできちゃいますもんね、うん、すぐ着替えれるのいいかもしれない。確かに笑顔で花が咲くようにお願いします。